はい、こんにちは。はーい、よろしくお願いします。イエーイ。今日は、かこつきすぎじゃないっていうか、どこ見てカメラあっちです、カメラあっちです。違う、カメラあっち。コンセプトが、今日は、サラと、ひろきくんに来てくれました。はい、はい。ね、社長、やべえやつじゃん。あぶね、どっか行っちゃったかと思ったね、そしたら。知ってる人ばっかかな。新しくね、バロンっていうお店が、できるんですけども、春に。よいしょ。よいしょ。の、新社長、サラ君でーす。イェイ。シャーラー深夜しっかりやろう、おら。しっかりやりましょうね。そうですね、しっかりやりましょう。そう、ニュージェの6店1歩目ですと。で、名前がないんだけども、これが、なんだっけ、ひろきですよ。ひろきくんでーす。ひろきでございますよ。一緒にバロンで、働く運営者になってます。ということで、今日は宣伝用のバロン宣伝用のやつでございます。うまい。わー、夜響きまで乗っ取ってきたか、バロン。やめて、もう。ってことで、なんか長いCMどうぞ先に。はい、例のやつ、どうぞ。あれかな、バロンのあれないかな、背景。バロンの、あ、ロゴですか。うん、背景さ、バロンのやつにしたいな。確かに。ちょっとすぐ喋りながら出せなそうだから、いっか。いいんかい。いいんかい。いいじゃないですか。いいか。いいじゃないですか。そうなんですよ、サラもね、ついに社長ということで、新社長。どうですか、意気込みじゃないですけど、こう、どんな気持ちなんですか、今は。確かに、気になる。長い、緊張半分、はい、緊張半分です。10-0で緊張しかないよね。サラはもうタワーマン買ったのっていう話になってるけど、いや、もう、うん、買いましたよ。買った。あれ、やっぱ社長になるとタワーマン買うみたいな、みんな、そういう感じなんですね。だからみんな、これ見てる人、みんな買ってないの。うん、見てる人も、逆に流行ってないの。見てる人も持ってないの、君みたいな。タワーマンションなんてね、だって、リスタさん、タワーマンションなんて行くもんじゃない。行ったこともないよね。行ったこともないでしょ。俺、あれだから あるかもしれないですから。あるかもしれない。よく家庭ホームで行ってたから。よく行ってた。なるほど、なるほど。危ない。家庭ホームってあんた、社長になった瞬間もう解き放ちすぎじゃないか。いや、そう。これで、一つ言えんですよ。今までは、ホストとしての節度を守ってね、はいはい、生放送出てきたんですけど、はい、これからはもうね、うんうん、社長としての節度を守っていく。ああ、なるほど。ホストを守りつつ、社長というこの自分の立場をわきまえて、どんどん暴露していこうかと。暴露、結局一緒なんだよ。暴露、自分の暴露。自分の暴露。ああ、なるほど。全然自分の暴露だったらいいですよ、もう。今暴露は被害なきゃやつ。だからもう誰も被害者をまず自分だけ傷つけていくっていうね。ああ、いいね。自己犠牲精神で。自己犠牲精神。何でも聞け。俺に聞け。何が生まれるんですか。そこに何が生まれる。何でも答えるわよ。わけがわからん。中野のタワーマンってだ誰だ、俺の話知るやつね、誰か。清原元気、いい名前だね。うん、いるわ。サラは新宿のタワーマンなの。いや、どこのタワーマンなんですか。田町の清原元気だって。清原元気だよ。確実に衰弱してるけどね。仲良しだったんですね。で、俺だけ5人も、はい、いいじゃん。俺知ってたから、4年前から知ってたから。ホスト始めた頃に俺の指名が、うん、音だけ
の家行ったことあると。おうおうおう、行ってて、あの、お小遣いでタクシー代3万円くれたって。あ、すごい。あ、この放送もあネット流した方がいい。金か、あいつは。週刊文春見てる？週刊文春見てる？見てないよ、多分。なるほど、ダメだよ、見てねえ。多分見てないけど、YouTube で噂が立ったら多分これ見るかもしれないね、もしかしたらね。そうですね。この放送は本当に。一回もしかしたら動くかもしれない。7年間俺は訴え続けた。おう。大阪さんはいい人だみたいな風潮ある、あるけど、うん、俺は浮気してるぞっていうのは言い続けた。本当に？なるほど。別にいい、たしなんでるぞ。いいんじゃない？なんか浮気はバレたからいけないんだよね、うん、きっとね。確かにそうだね。バレなきゃ OK だしね。だみんなもね、浮気したことあるでしょ、うん、きっと。そう、結局。一回ぐらいは。人だけ元気ってなんだよ。もうあのサラいるとさ、もう時事ネタのさ、時事ネタの中のどういじってくれんのみたいな感じになってるけど、うん、でも新社長はそういうこと言わないから、もう今後は新しいですからね。新社長はもうくだらないこと言わないから、もうだってもう、まあ、今、過去もね、もう言いませんし、過去も言いませんし、でもショーン・ゲイの話とかも一切、うん、一切ございません。一切ございません。そうですね。やっぱなんか外人風だけど、今日確かに。そうですね。あれ、相対的に見てもコメンテーターや。いや、もうコメンテーターのやつや。ね、そうですね。あら、うん、ちょっとそれしか出てこない。やったことねえし。基本的には俺 俺多分できねえし。さらけ。絶対家で練習してますね、この人。エア系みたいになるわ。これ方向性でだいぶ最近買った大きな買い物。あ、お、行きましょうか。何買ったんですか。うん、レントゲン。イエーイ。どういうこと？なんかレントゲンの機械買いました。機械買った。社長の扱い分かんないです、僕。すげえわ。お店じゃない、買ったの。レントゲンを買ったの。てかお店どこにあん、どこに出すの？お店はお店トヨタケビルの地下ですね。トヨタケビル。あ、はいはいはい。トヨタケビルね。トヨタケビルの地下、もともとね、あの、うん、某有名店のね、うん、入店者の、ね、あれか、トヨタケビルって言って、この立地が最高な有名なホストビルの、そうですか、そうですの地下だっけ、あまたのホストクラブが、なるほど、そこで成長していく、そこで成長して育ったという、あの伝説のトヨタケビルの地下1階だって。なるほど、なるほど。わー、働いたことある。あなた働いたことある。あったわ、俺もあったわ、働いたことあったわ。あ、そうだね、お店のコンセプトとかね、これ真面目な方か、うん、ニコ生用かって、なるほどね、今後の放送22分ぐらい変わってくるんだよね。確かに。いや、結構真面目か、行こうよ、真面目か。真面目は、まあ、月も終わりだしさ、その、まあ、放送数今日ね、はい、アップされるんですけど、うん、バロンですよ、新店バロン、うん、でいよいよ社長真面目にするんじゃなかったんですか、ごめんなさい、はい。で、バロンやったやった。そうなんですよね、バルスです、新店バルス。バルスじゃねえ。崩れちゃうバロンでしょ。危ない。バロンです、うん、バロンなんですけど、男爵ね。どんなんなん男爵って意味、男爵という意味なんですけど、まあ、古代でね、こう、うん、意味が変わってて、大元たどると自由民って意味なんですよ。自由にやってくれよと。なるほど。自由な民と書いて自由民。なるほど。それがだん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 ね、うん、人がゴミのように立ってて、バルスまだバルスになってバロンに変わってた。バロスからバロン、あのバロス。なるほどな。一回間挟んだんですね。めっちゃ面白い。目がしつこいな、姉子。姉子は、姉子。ちょっとわざわざこういじってくれてね、コメ、ユーザー ID 読んでくれて嬉しい。なんだろうね、そういうのは大事ですね。やっぱもう終わりでいいよ、うん、もう終わりでいいよ。社長なんか、社長茶化してくるな。今までのツケか、これが。俺の今までのツケが今来てんのか。社長バロンドールは好き、知らねえよ。なんかバロンってバロンドールが好きだからつけた。そうですよ。あ、ちょっと待って、バロンドール初耳。バロンドールの、バロンドール調べたんですよ。なんかそれ言われたんで、なるほど、Google で調べて、まあ、キャバクラですよ、バロンドール自体は。はい、でもバロンドールの意味を調べたら、うん、なんだっけな、あの男爵のおもちゃみたいな、本当に、なるほどなるほど、なるほど、性奴隷みたいな意味だったんですよ、うん、社長なんか刺さってるんですけど。え、なんか刺さってるんです。無理だよお前、鬼は角生えるやろお前。なるほど、何そうなんですよね、鬼かな。じゃあお肉ね、あの
いや楽しみだね、とりあえずね。確かに、ね、うん、うん、いいね、いいね。で、サイトとかさ、はい、アップとかいつぐらいすんの？アップはもう全部し終わりましたね。あ、知ったんだ。今、細田さんから、うん、おこう、あ、マジアップしましたよと。おぉ、ね、あ、今日、え、いつ、いつ、今ですね。今本当におそらく今ですね。マジ、ちょっと気になる。もう、Google でね、あ、ごめん、あのバルスって調べたらエロサイト出てきた。嘘つき。エロサイトの中でも無修正を専門に扱う。ああ、本当だ、上がってる。本当だ、バロンだ。そうなんですよね、上がってる。上がってますね。あら、確認してください。あら、じゃあちょっと今背景に出しますね。お、すごい。背景に出しますね。じゃあ画像送ります。わーい、お願いします。画像送るんで、ちょっと背景使えそうだったら一回やってみてください。画像荒いかな、ニコ生じゃ。一回ボケで、そのバルスのボケでもいいですからね。バックに出してみます。きつかったらあれかも。じゃあ画像荒かったらすぐ落とします。一回やってみてください。やべ、カメラさんがね、はい、今ちょっとこの放送をしつつ、別カメの別カメで、なんかのなんか収録っていうの、収録ですね。なんか録画されてるんですけども、まあ、そのせいでちょっとこう卑猥なことが言えなくなっちゃったんですよね。お、出た、うん、あ、ちょうどいい。なんか俺が透けてない？合わせてみましょうか。ちょっと俺じゃあちょっとこっち行きます。あ、きつい。あ、やだやだやだ、自分とこれは嫌だ、自分と。あ、やだやだ、鼻チュースな。ああ、見えない見えない、いいとこ見えない。あ、やだあ、やだ何してんやだ何してん目ん玉をこう自分の目ん玉を、はい、若干自分映って恥ずかしくなってるやないか、お前。そうですね、お前、なちょっとちょっと、バロンもね、こう運が見えないし、バロンの運が見えないし、じゃあ俺こういう感じで、俺透けてるし、もうわけわかんなくなってるわ、もう。で、まあこういう感じで。ああ、いいじゃないですか。うん、なんかこう、ほわほわって出てる感じなんだね、そうですね。今、ヒロキの足嗅いだら、めちゃくちゃいい匂いしたね。ああ。納豆度。なるほど。もしもし。え、いいじゃない、背景。かっこいいわ。いい、ありがとうございます。うん、かっこいい、かっこいい。なんかちょっとこう、外人っぽいね。この髪のくしゃくしゃ感じ。今とあんま変わんないですよね。え、今とあんま変わんないの。同じヘアメイクさんに。ああ、そうなんだ。酒元っていうね。けど髪染めたでしょ。染めました。すげえ、なんか色いいわ。いいですね。田町のタワーマンションでした、やりました。田町の自分のお家でやられたんです。田町の透明だね。タワーマンション田町行ったんだ。なるほどなるほど。いいじゃない。ちょっといいね。清原カラーだね、うん。どうなんすねとか言ってあんま聞いてなかった。ノーマルからね。あんまじゃがりこ来るの。あんま受けないから多分タワマンの話あんま多分粘着タワマンやろうあんまり多分つまんないかもしれないですね。てか、うん、急に社長消え始めましたね。うん、俺本当やばい、もう今後いなくなるかもしれないこの後。いや本当だ。そうなって突然消え出した。こういうの使いたくなる。なるほどな。バロンだけでもせめてこう見えるように。あ、見えるようにね。ああいいじゃないですか。それで。あ、いいじゃないですか。もうね、撮影なのに、確かにわけわかんなくて。撮影なのに俺緑を着てきてしまったばっかりに、なんか今日嫌な予感しちゃうんだよね。緑背景だけはすんなよと思ったけど、まあ、これはしょうがねえわ。まあでもいい感じでね、うん、でちょっと広く見えないから一回下下がってもらう。下下がってもらう。下下がってもらう。俺やっぱそういう扱いなのか。見えない。俺今日そういう扱いなのか。あ、じゃあいいよ、広く端っこ行ってさ、はい、俺とサラ真ん中来ればバロン見えんじゃん。ああ、確かに、バロン見えんじゃん。で、うん、おい社長、これ足だろ。ちょっと見えないし足だろ、それは。かわいい。なんだよ。いいじゃん、ちょっと楽しみだね。じゃあ何、もうすぐオープンなんですか？オープンがまだ一応確定はしてないんですけど、うん、4月の10お CM。 なるほど。
いやー、あれだな、はい、もう春やね。春ですね。じゃあちょっとね、前半戦は僕のお話いただいたんで、うん、最近のじゃあ、うん、夢木社長の事情聞いていきましょうか。あ、行きましょうか。俺やでしかさ、さ、何くらいの顔してスライドしていく。いやいや、さあ行きましょう、さあ行きましょう。いやいや、まあ、いい、でも俺のはいいですよ別に。でも夢木社長の話もね、やはり気になる方も多いということで、あ、スイッチどうぞ。まだ、いやごめん、どういうこと。どういうことなん、俺の話？中野にもう一個買うのと。ああそうだね、最近お金使ってないからね。不動産でも買おうかな。お、ぜひぜひ。いやいや、やめてくださいよ。本当に買ってそうでね。ない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 。今 W の数だけ買ってるからね。本当に。よくわかんないけど、ね、結構買ってんじゃん。抜けるわらわらだ感じ。一等で。ああ。ひろきかっこいいねそのアフロ。ありがとうございます。じゃあ外すとやばいんで。うん。別にヤバくないわ。ヤバいでしょ、ほんとにヤバい。ヤバくないわ。お前マジでヤバい。お前ほんとにヤバいよ。放送事故やぞ今。ヤバ放送事故やぞ今。ガチでヤバいやつじゃんお前。お前だから最近ずっとアフロなんだ今。前髪が変わってる。いやこれはねほんとにやろ。あ、姫木社長もね、そろそろ老化と。ああ。今年おいくつで。今年29です。29。はい、今年29です。いや、まだ老化ないでしょ。だって多分世の中のね、若いの部類よ、20代なんて。20代若いですよね、うんうん、全然ですよ、もう20、俺45の時にこう海こうみんなで行った時に、はい、みんな行ったね、あと何年こう、うん、バカできんだろうな、ナンパでも何でも酒飲んで、ね、あと何年できんかな、人に笑われない程度に、うん、はいはいはい、はい、思った時にあと5回しかねえんだって思った。なるほどね。31、2ぐらいのやつで入れ墨だバー入れて、はいはい、でなんかうるうるってやってるやつ、うん、いるじゃないですか、はい、30代、おそらく30ひげ生やして、はいはい、ああいうのはね、うん、本当にね、俺はね無理なんですよ。やだ、もう嫌だ、落ちにつかないで。お願いだから。いや、ごめんね、落ち着かんとこだった。大丈夫ですよ、新店オープンした時にはもうちゃんとしたひろきくんだったんですけど、ハゲじゃなくなってますね、うん、なんかさ、シャツの色合いとかもさ合わせてちょっとこう次元みたいじゃない。確かに。お前次元狙ってんの。あ、狙います。次元枠でやってんの。マジで一瞬外してほしいわ、ちょっと公開しよう、うん、気になるわ。俺も嫌なことをやるから、うん、お前が頼むやろ。どういうの。見え普通やん、別に。髪短いだけよ。普通よ、普通。こういう時間じゃなくない、社長。社長、こういう時間じゃなくない。こういう時間じゃなくない。これまで好きやで。ただの悪ノリです、気にしないでください。で、コメントでサラはどんな社長になりたいのって聞いた。ニュージェネレーションの社長といえば、うん、まあ、威厳があるというかね。なるほど。まあ、グループ作ってきた人たちじゃないですか、うん、はいはいはい。で、社長にしろ、姫木社長にしろ、いや、とんでもないです。で、まあ、俺はそこの後を走ってて、ええまあ、蛇行しながら走ったりとか蛇行したいっぱいありましたけど、ぐでんぐでん、ね、ぐでんぐでん来たんですけど、はいはい、まあ、7年目に真面目かとか言うと、もうなんかもう話したくなくなんだよ。IJHGPUWND ID 言わない、 ID を言わない、本人ピンときてないから。そうですね、コメビュー入れている人じゃないと分かんないからね。で、そうですね、さらっと言うとはい、はい、そうですね、うん、ホスト姫木社長が、うん、ちょっと酔っ払いましたわ。言ってよ。姫木社長が、大社長は未来の従業員見てるから、大社長は、うんうん、従業員のこうホストたちとね、うん、まあ、いいこうね関係できてるんですよ、うん、まあ、社長とホスト、うん、で、姫木社長は、うん、ホストと社長、うん、なんていうんですか、うん、姫木社長の前にこう金八先生みたいに集まるよ。金八先生なるほど。で、俺はまあそのワンツーがいたとしたら、そこに群がる社長っていう感じで、うん、群がる社長で行きたいかなと。なるほど、ね、よくわかります。それはパワハラやね。痛い。群がるね。じゃあ、これを今見てる、いいなと思ったリサさんもそうだし、
多分この後 YouTube に上がるんで、多分未来のサラのバロンの従業員くんがこれを見てくれると思います。なんかこう、何ですかこれ、メッセージというか、やっぱこうこれずっと残るんで、 YouTube に上がった後ずっと残るんで、半永久的に、今も昔も変わらないような人間でいてほしいなっていうのもそうだし、なんかこう俺としてはサラはこうずっと真面目になんかふざけててほしいなというか、仕事もこの人はすごい真面目な人なんで、まあおふざけも真面目に、その仕事も真面目にやるような仲間たちもみんなそういう人間だったら、なんかこう嬉しいなっていうか、サラがいっぱいいるお店、うん、ちょっと大人なサラがいっぱいいるお店が今みたいなサラができたらなんかちょっといいかなとは思うけどね俺は。そうだよね、なんかこう、いやーやっぱサラなくなってとか、やめろやめろやめろ、ひみきちょっと真面目だね今日ね、やっぱバロンの宣伝用だからかな今日は。そうですね、僕もいろいろでセンチメンタルなんですよ。この3人真面目に素敵だなと、あら声もねいただいて、羨ましいっすよ、ひろきお前は泣けよという声もねいただいて、感動会感動会ですよ、書いてるやつ一人だけですね。本当にこう俺が歌舞伎町入って初めてのお店で、そこでずっと頑張ってきたお店の一番最初の、一緒に入ったねお店、そのキングのね名前も今変わってキングになったんですけども、その前の前の前の店からずっと一緒やってきて、でまあ大地もそうか、今グループでもう一人社長がいるんですけど、僕と大地社長と、僕と、新しく新社長のサラ社長と、当時はまだ毛生えたぐらいのねホストで、やれ客がどうだとかね、ホストがどうだとかね、店がダメだとかああだこうだとかって毎日喧嘩したりとかしてる仲だったんですけども、まあ今やもう何年6年前かな、懐かしい本当記憶だなと。それなのにこんなねグループ引っ張ってって、尊敬されてるねサラもそうだし、まあ頑張ってる大地もそうだし、なんかこう頑張ってきたことにこう嘘はなかったなというか、なんか嬉しいですね純粋に。大地とこの間喋ってたんだけど、サラがなってくれるのは本当嬉しいわということだったんで、まあ、ぜひ俺らの子供たちがこのような会を何年か後にしてくれてたら泣きながら見るんだろうね、次の世代が。そうっていうのはやっぱ嬉しいし、頑張ってほしいね、なんだこりゃ感動会かぐいぐいグイ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 スキルはこのガチでこれがカメラ通してたとしてもコメントが見えなければ俺も多分泣いてるかもしんないのに、泣かないのじゃねえよお前ふざけんな俺急に下手くそになってるわ。お前ら結構素直なんだよね。そうですね、いい話ですよ、だからたまにはねこういう部分もねこうチラ見させていくっていうね、なるほど、パフォーマンス半分人間半分でやっていきたいと思うんですけどね。だからまあ姫木社長も今語ってくれた通り、もうちょいちょい飲み連れてってくれて、でもう自分が1年半前に苦労したからね、さらにはその苦労してほしくないからっつっていっぱい教えてくれるんですよ。あったかな。で、まあお酒飲みながらね、こういっぱい教えてくれるんですけど、そのうちまあ本当に勉強メモ携帯でメモなんか取りながらこうスー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 ってやってるんですけど、1時間2時間3時間ぐらいすると大体1時間2時間前の話戻ってるんですよ。でループして気がついたら朝の7時8時ぐらいになってるんで解散という形になってるんですけど、3時間2時間目まで聞けてるんで、3時間目以降の話をね聞いてみたいと思う方スイッチどうぞ、いねえよお手元のスイッチをまた多分繰り返されてよまた繰り返してますわ。
か。そうですね。俺そうなんだ。繰り返してるわ。いやでもいいですよ。なんか今日ちょっといい話会、ね、いい話ってあの夜響き初めていい話会になってるわ。いいと思います、うん、実はねさっきからねこう抱きつきたくなってるんですよ優しいなと、うん、俺なんかそんな気がしてるんだよね。なんかうすうす、うん、うすうすかただ一応ねひろきもいるしねこう周りのカメラマンさんとかねもう、うん、あのナイトチューブさんもいるんでね、うん、そこまで俺らプロを、うんうん、プロ捨ててねえから最後は笑いでいきたいな。あと2分ぐらいかな、うんうん、あと2分ぐらいねありますけども。っていうか何これ YouTube アップなしなの、まあ、この回は面白くないと上がんないんだそういうシステムなんすか、ね、いいじゃん。なんかそのね、うんうん、集大成回だよこれ。本当に確かに5分の2ぐらいあの夜響き上がってないですよね。ちょっと初心者により5分の2上がってこれ YouTube 上がんないんだ今回は。何いい回だったらダメだってこと。そうでしょ、ね、そんなことないですけども。おも、まあ、面白くないとアップされないんだそういうこと。じゃあこれ今俺か泣いといた方が良かったじゃんふざけんな。涙ある方が良、まあ、かったよね。手に無理されるいい回だったけども。なんだよそのシステム。まあ早いもんで1分前となりましたけども、うんね、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。まあ本当オープンもねまあ近いし、まあ、ちょっとこれから忙しくなると思うけどもよかったらまた 2,3 時間飲んでください、はい、うん、3時間目になってまた酔っ払ってるから俺ループしてね。ループしたの。まあ本当、来月もちょいちょいあのサラ出していきたいなとか思いつつ、あの YouTube アップするならあのまたあのあのサラ出していきたいんで毎回このノリやったら、ね、一緒上がらないですね、うん、今日ちょっとハード側のあれしちゃうかもしれないから。あ、歯をもね考えておきます。じゃあで今日は、夜遅くまでありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。また来月。そむいてビクビクしててはつかめないような心歯食いしばって胸を張って茨の道行け侍よ。強くなれ強くあれ自分に負けない心持って女子供養いこの国を背負う侍たちよ。強くなれ強くあれ自分を生かした道を持て夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。この国を背負う侍たちよ。